皆さんこんにちは。今回は奈良県吉野山の中腹にある桜の名所、吉野に逃れた後醍醐天皇の勅願寺、如意輪寺のご紹介です。後醍醐天皇は鎌倉幕府を倒幕し、京都で建武の申請を始めたものの、足利尊氏の離反により京都を逃れ、ここ吉野に南朝を建てました。後醍醐天皇は如意輪寺に祀られる如意輪観世音菩薩と金剛蔵王権現を熱心に拝み、日々祈願祈祷に来ていたとのことです。今回南朝皇居だった吉水神社から谷を回り込んで向かったので、後醍醐天皇もこの道を通っていたかもしれませんね。ここ道の山鎮火院如意輪寺は10世紀初頭の創建当時、真言宗の寺院でしたが、江戸時代には現在の浄土宗に変わり、近畿36不動尊霊場の巡礼第30番札所です。無住職時代が長く続いた時、猫ちゃんがお寺を守って住み着いていたとのことから、猫不動など猫ちゃんに関するものが多くあります。楠木正成公の嫡男、楠木正連公は大阪四条縄手の戦いの前、一族郎党143人と共に如意輪寺に参謀した際、参謀した者から少しずつ遺髪として紙を集め、本尊前に143名分を奉納。本堂扉に弓矢を手に取り、矢尻で時世の歌を刻み、如意輪寺の過去帳に143人の名前を書き、四条縄手に出陣していかれました。では本堂の裏山の階段を登った先の手前には、後醍醐天皇のひ孫の与安親王の墓所があります。さらに裏山を登っていくと、京都に帰ることが叶わず亡くなった後醍醐天皇陵があります。後醍醐天皇陵は天皇陵で唯一北向きの京都を向いた天皇陵です。後醍醐天皇は延元4年1339年の8月16日に右手に剣を、左手に教官を握り、足利尊氏がいる京都の方角を睨みつけたまま崩御したとのことです。ではでは、ここからは宝物殿と庭園になりますが、別途拝観料支払い見れる場所になるため、撮影を許可してもらったところのみとなっておりますので、ご了承をお願いいたします。ちなみに宝物殿には四条縄手の戦いに向かった楠木正連公の治世の扉や担当、吉野大曼荼羅、金剛蔵王権現木像など貴重なものが展示されています。はい、いかがでしたでしょうか。今回は南朝初代天皇後醍醐天皇の勅願寺、如意輪寺のご紹介でした。もし気に入っていただけたり、南北朝時代が大好きな方はぜひグッドボタンを押していただけたら、今後の励みになりますので、よろしくお願いいたします。また間違っている点や補足などがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。